翔太のボートチャンネル。はい、ということで、今回動画を回しているのが福岡競艇場。まあ、よく行くのが、自分がよく行くのが福岡競艇場なんですけど、そこの配当データってのをちょっといろいろ調べてみたんで、それを紹介していこうかなと。で、帝国データバンクっていうサイトがあるんですけど、なんかボートのいろんな情報とかが載ってるサイトですね。結構面白いんで、ぜひみんなも見てもらったらと思うんですけど。で、まあ、今回のもう大まかな流れ、動画の大まかな流れっていうのをもう先に紹介しちゃいます。まず、平均配当、福岡競艇場の平均配当っていうのが6801円。で、この6801円っていうのが、全国24箇所競艇場あるんですけど、それのうち21位ですよっていう形で、21位の平均配当っていう形ですね。で、配当分布っていうのが、この配当分布っていうのが、まあ、いくらぐらいの枠が来てるのかっていう形になるんですけど、の約4割が1999円以下ですね。1999円以下。ということで、だいたい2000円以下。っていうのが、約4割を占めてる。という感じになります。で、まあ、ここの配当分布なんですけど、すべての場所、他の場と比較すると、だいたい平均的な結果っていう形ですね。って感じで、今回動画を作りましたので、では、早速、本編、どうぞ。はい、では、早速、平均配当から見ていきたいと思います。で、今が、これが日にちごとの平均配当っていうのを出してるんですけど、まあ、3連単のところで見ていくと、だいたい16番人気、当たりが出てきてる16番、17番人気っていうのが、6日目まで、初日から6日目まで続いて、7日目になってくると、6.9 番人気っていう形で、人気どころが来てるっていう感じですね。なので、まあ、一説7日目っていうのは、最終日が7日目っていうのはあんまないと思うんですけど、7日目があるときは人気どころっていうのを予想に加えていってもいいのかなと思います。続いて、全国の平均配当ランキングなんですけど、全国と比べると3連単の平均配当っていうのは全国で21位なんで、全国で24箇所競艇場があるんで、まあ、低い方に入るのかなという感じですね。で、1位の平和島と比べると1500円の違いが出てくるっていう形になるんで、やっぱり1位と比べると結構違ってくるっていうような形になります。はい、続いて3連単の配当分布紹介していきたいんですけど、999円までが 19.5%、 1000円から1999円が 22.8% という形で、大体この1999円以下、約2000円以下のところが約4割を占めてますよっていう形になってます。で、それ以降の2000円から、99,999円までが大体、12から15ちょっと 16% いないっていう形で、大体一緒ぐらいの平均配当になってて、まあ大体一緒、同じぐらいの出現率になってて、
10万以上になってくると 0.3% という形でほとんどじゃないという感じですね。なんで約2000円以下っていうのが4割を占めるけど、それ以上の2000円から99,999円以下、10万以下のところっていうのはだいたい一緒の確率で出てくるっていう感じになります。はい、続いて前兆の三連単分布表なんですけど、これを見てもらうと、まず999円が13位、1000円から1999円が14位、2000円から2999円が15位、3000円から4999円が13位、5000円から9999円が5位で、1万から99999円が17位で、10万以上が24位っていう形で、だいたい真ん中ぐらい平均的な感じの分布には全国と比較するとなってるのかなという感じですね。まあ、5000円から1万のところが5位なんで、ここのところは全国と比較しても上位に入ってくるっていう感じですね。はい、では最後に高配当ランキング紹介していきたいと思います。で、まあこれ20個高配当ランキングのしてるんですけど、トップ3だけ紹介していきたいと思います。トップ3、まず3位が408,660円、111番人気で、第2位こちらが2021年4月ってことで割と最近、去年かな、422,740円、準優勝戦ですね。で、第1位これが2008年、ちょっと古くて506,500円になります。はい、ではこんな感じで終わったんですが、紹介していったんですけども、まあ、ちょっと資料とかが小さくて見づらいのかなと思ったんで、一応概要欄にその帝国データバンクの URL と、あとこれをまとめたノートってのを載せていこうと思うんで、よかったら見ていただければと思います。今、まあ、ノートについては今後もちょっと詳しくして載せていきたいなと思うんで、まあ、今後もこんな感じでノートの方は使っていきたいと思うんで、ぜひそちらの方も見ていただければと思います。ではちょっとこんな感じで分かりづらい動画になってしまったんですけど、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではこれにて終了。バイ。